サッカーキング編集部の小松です。アジアカップ取材同行期も滞在ついに21日目を迎えました。本日はですね、アジアカップ決勝トーナメント、いよいよ準々決勝対ベトナム戦の前日となりました。本日日本代表はですね、前日会見をアルマクットムスタジアムで行いつつ、こちらのスタジアムも連戦で使用しているため、ピッチコンディションを考えて、チームはですね、近くにある別の練習場で日本代表そしてベトナム代表ともに行いました。スタジアムはピッチコンディション確認のため15分ほど足を踏み入れているとこういうような形となっております。日本代表は本日の練習もこれまで通りですね、冒頭15分の公開となりました。離脱した青山選手を除く22名がピッチに姿を現しておりまして、東口選手そして大迫選手も含め全員が全てその15分間の間は同じメニューをこなしているとこういうことになっております。日本代表はベトナム戦に向けてですね、中2日で試合に臨む形となります。一方のベトナムは中3日となっておりまして、日本代表はドバイの少し北にあるシャルジャから移動してきての中2日、ベトナムはドバイでの2連戦という形になるので少しコンディションのには差があるかと思いますが、ベトナムはスタメンをそんなに変えずにこの4試合を戦っていまして、またですねベスト16は120分戦い抜いていると、疲労度という部分ではお互い疲れている状態で試合に臨むことになると思うので、どれだけ間の期間で休みをしっかり取れているか、回復できているか、また選手起用ですね、そういったところでフレッシュな選手がプレーするかどうかというところがポイントになりそうです。また1個大きな平行点としましては、準々決勝ベスト8からですね、VAR ビデオアシスタントレフリーがアジアカップは導入されます。これまではメインのレフリー、そしてアシスタントレフリーに加えて、ゴールの近くにいる、アディショナルアシスタントレフリー、こちらがいる形で VAR はなしで、試合が行われておりましたが、ベスト8以上は VAR が入ることとなります。ここでまた一つ大きな要素が加わるので、守備の方では、きっちりと気をつけたいところがポイントとなると思います。これを逆に返すと攻撃面ではエリア内で積極的な仕掛けをどんどんしていけばですね、また PK ですとかそういったような部分にもつながってくることになると思うので、そういった仕掛けも大事になると思います。今日の練習後に吉田選手にお話を伺ったところですね、大会中にこう少しレギュレーションというか対応が変わるとこういうことに対して準備アジャストのところは大丈夫でしょうかというようなお話を伺ったところですね、やはりそこはどうしてもここまでのレギュレーションに慣れている、ここまでのレフリーの流れファールの取り方に体が慣れてしまっている部分もあると思うので、切り替えをしっかりしなければいけないと思いますということはもちろん頭に入っているとこういうことを話していまして、ただ気をつけなければいけないのは、例えばオフサイド、VAR が入りますと微妙なところで、のシーンでフラッグが上がるというのが遅れるとこういうようなことがあります。これはインプレー中に判断をそれで止めたりしないためでもあるんですが、先日のワールドカップでも何回か見られたシーンでもあるんですけれども、そういうようなこともあるので、プレーを一つ一つ、守備はもちろん細かく、丁寧にやっていくことがより求められた上で、はっきりとプレーしていくことが大切になると思っていますとこういうことを話していました。このあたりはワールドカッププレーしていた選手はもちろん経験がありますし、例えば吉田選手であればプレミアリーグはまだ導入していませんが、カップ戦ではすでに導入されています。長友選手、プレーしているトルコでも VAR は導入されています。ドイツでもそうです。そういったところで、プレーしている選手は、普段の慣れがあると思いますが、例えば J リーグでプレーしている選手はまだ導入はされていませんので、そういった選手が出番になったときはより気をつけたいところになるかなと思っております。気になるメンバーについては、中2日での試合と累積警告の兼ね合いがあります。次のベトナム戦で、イエローカードをもらってしまうと、準決勝で、堂安選手や南野選手はすでにイエローカードをもらっているので、累積によって、起用できなくなる、恐れがあります。準決勝まで進んでしまえばリセットになるので、決勝への出場っていうのは準決勝でイエローカードをもらっても大丈夫なんですけれども、そういった点を加味した上でのメンバー起用にもなるのではないかなとこういう部分が見込まれますので、サウジアラビア戦で起用がなかった選手、出場時間が短かった選手の起用もあるのではないかと予想されます。対戦相手のベトナムなんですけれども、こちらは守備を重点的に考えて試合に臨んでくることが予想されます。3バックというよりももう5バックというようなことも予想されています。長友選手はそれでもやはりサイドからの崩しというところがキーになると思っているというようなことも話していましたが、相手を広げることもポイントとなりますが、
吉田選手も話していましたが、セットプレー、こちらはかなりに大事になってくると思います。サウジアラビア戦でも、コーナーキックから富安選手が点を取りました。これは狙い通りの形、スカウティング、していた通りの形だったんですけれども、ベトナムもやはり身長差で考えると日本よりは低い、平均身長が低いチームとなりますので、セットプレー、こういったところが鍵になります。吉田選手も、富安選手が点を取ったから僕も点を取りたいと、そういった部分はしっかり狙っているというような様子で話していましたので、身長の高い選手を使ったセットプレー、もしくはフリーキックですね、そういったところを取っていくようなプレーも求められていくことになります。アジアカップ決勝トーナメント、いよいよベスト8、準々決勝となります。日本代表対ベトナム代表、日本時間1月24日22時現地17時キックオフとなります。ベトナムも近年力を伸ばしている国ではあります。長友選手も楽な試合は一つもない、厳しい戦いになる、これもやはりベトナム戦もなるということを話していますので、見ている我々もしっかりと気を引き締めつつ、応援をぜひ皆さんもしていただければと思っております。サッカーキングチャンネルではこのような形で今大会アジアカップのレポートを毎日更新しておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただいてチェックしていただければと思います。またベトナム戦は試合の開始30分前から生配信を行います。こちらみんなのコメスタと言いまして、皆様からのご意見をいただきつつ、試合のプレビュー、そしてレビューをライブ配信で行っていきますので、ぜひそちらも合わせて試合観戦のお供にチェックしていただければと思います。ではまた。